街ですね。そうですね。本当に改めて毎年ここでやらせていただいてますけども感じます ね、はい、さあ続いてやってきたのは西山清美バトンスクールスパークルの皆さんです。設立25周年を迎えた西山清美バトンスクールスパークル、メンバーは2歳のちびっ子から社会人まで様々ですが、一本のバトンが縁で集まった仲間を大切に仲良く楽しくレッスンもしているそうです。個人団体ともに全国大会を果たし、個人では世界大会にも出場するなどますます夢が広がるスクールですというメッセージが届いています。私も小学生の時にお友達がバトン部で、それでその子にバトンを教えてもらってたんですよ。でもこの重しがね、片一方だけがもう片方よりか重くなってるんですよね、はい、この棒って、なんか懐かしいなと思ってもう一回やってみようかしら。もう何回も頭とかね、前歯にぶつけましたね。前歯前歯当たってなるんですよ本当に。あ、そうか、重りの重さが違うからこう鋭く回るんですかね、くるくるって。あ、そうなんですね、初めて聞きましたね。まあ、今のはどうなのかわかんないけど、もう10年も前の話ですけどね。いやー、でも変わってないとは思いますけどね。そうだな。もう体の一部みたいな感じに見えますよね。あとなんか太陽にキラキラ光って綺麗ですね。なんかほんと下はちっちゃい、2歳からって言ってましたっけ。そうですね、2歳。だって2歳ってさ、歩けるようになったばっかりじゃない。かわいい。それでね、バトンもする。